今回表彰されたのは5人と4団体です。優秀団体賞には全国高校サッカー選手権で岡山県勢初の全国制覇を果たした岡山学芸館高校、夏の四国インターハイ団体で3大会連続で優勝した善通寺市の尽誠学園高校の男子ソフトテニス部などご覧の4団体が選ばれました。優秀個人賞には四国インターハイのバドミントン女子シングルスで岡山県勢として56年ぶりに優勝した倉敷中央高校3年の吉川空野選手などご覧の4人が選ばれました。選手権の日本一という結果を自分の糧にして大学生活4年間でもっとレベルアップして、その後プロサッカー選手になれるようにしっかり頑張っていきたいと思います。このほか優秀指導者賞には全国小学生選抜サッカー大会で初優勝に導いた倉敷市の太田フットボールクラブ代表の太田義信さんが選ばれました。はい、笑顔です。